第65回県子ども絵画展の最終審査が25日山形市の山形美術館で行われました。応募総数11,991点が寄せられ、一次審査を通過した3,401点が審査されました。ちょっと多めに撮るかもしれなくって、ちょっと後でもう一回選ぶかもしれません。はい、お願いします。これお願いします。家族と一緒の思い出みたいなのが多くって、多分それが心の中に残ったのかな。お父さんお母さんパパママっていうのもあったし、お兄ちゃんお姉ちゃんっていうのもあって、その家族のことが好きなんだなって。やっぱり今そのネットの時代で各家庭がですね、きっとその一人でパソコンに集中しているお父さんとか、ね、あのお仕事で疲れて、まあ、もうここでここで食べといてって言ってね、ポンとこう渡されるご家庭もやっぱ多いんだと思うんですね。それでも子どもたちはその家族と一緒にいることの面白さ素晴らしさを分かって、それを表現しているっていうことにですね、ちょっと心がグッときますよね。はい。